待てる、はい、皆さんどうもジュリアンです、今日はですね映像作品について、まあ、少しお話ができたらなと思っています。まあ映像といっても様々あります。それが映画とか、俺マスクつけてるわごめん。回りました。はい、まあ映像といっても様々ありますよね。例えば映画とかミュージックビデオとか Vlog とか、最近だと SNS、まあ、インスタグラムとか Twitter とかいろいろありますよね。なんかこの映像を通して伝えれるものってたくさんあると思うんですよ。音楽を使ったりとか、いろんなその物語をまあ融合させることで完成するのが、まあ、いわゆる映像作品。それを、まあ映画として見せたりとか、ミュージックビデオとして見せたり、Vlog でもいいですし、今の時代だとやっぱり SNS が普及してますよね。もう SNS がやっぱり普及したことで、この映像で伝えられることの幅っていうのは一気に増えました。もちろんツールも一緒です。パソコンとかスマホとか、あとはソフトとか、もちろんカメラとか、もうスマホ1台あれば全然映像って作れますよね。でもそこに例えばこういうパソコンっていうツールがあったりとか、いいカメラがあればさらにすごいものが作れるようになります。まあ、要は僕が言いたいのは、今この映像を見ているあなた、映像をやったことがなくてもすぐに始めれるのが今の時代なんです。そしてこの動画っていうのは基本的にね、何でもね動画にすることができると思うんですよね。それは例えば子供とかペットの成長記録も動画にできますよね。友達との思い出とか、家族で行った旅行の思い出動画とか、そういったところも全部含めて動画にすることができるんですよ。例えば皆さんがね持っているこのスマートフォンで、まあそれこそ、旅行に行った時の旅行の Vlog とか、あと、で、まあ、これらに共通することとしましては、やっぱり写真とか動画とか撮るときって、こう非日常的なね場面で撮ることが多いんです。やっぱりこう皆さんにとっても貴重な瞬間とか非日常な時、その瞬間にこうやっぱり思い出とかにしたいと思う方がねかなりいると思います。そしてこのせっかくいい映像、この思い出動画を残すのであれば、よりクオリティが高く、よりいいものとして残したくありませんか？なりました。大丈夫？眠そうな顔してない？はい、大丈夫です。髪の毛はいきますか？もういいっすもういいっすこの映像の、まあ、楽しみ方、まあ、素晴らしいところ、僕がいいなって思うところは、映像を楽しむ人たちっていうのは基本何もしなくていいんですよね。ただ座ってその映像を見て楽しむことができる。もう何もしなくていい、ただ座って見てるだけ。もちろんその間ってその人から、まあ、貴重な時間をいただくわけではあるんですけど、それが作り上げられるまでの過程も、まあ、そこで一気に評価される。こう見てもらうことで初めて評価してもらえるっていうところです。はい、まあ、僕たちみたいに映像を作る人たちは本当にこう見てもらえる人がいて初めて成り立つんですよ。ただやっぱり僕のイメージでは、まだ映像を作るとか、その SNS に発信するぐらいであればまだ誰でもできるんですけど、ちゃんとした映像を作る、作品を作るっていうのはまだどこか皆さんね、ちょっとこう遠いイメージを持たれてると思うんですよね。でもそこは全く逆で、本当にやり方とか少しでも分かれば、すぐに誰でもこの映像作品、映画とかミュージックビデオとか、それこそちょっとこう豪華なホームビデオとか、誰でも作れるようになります。そこが、まあ僕が思う近年のこの映像業界、映像に対する素晴らしいところだと思ってます。はい、よいしょ。よいしょ。いろんなところで話したからなんかいろんなところといろんな時間で話したから、今ちょっと時系列が今ちょっとあまりよくわからなくなってきてるけど、はい。で、この動画を見ていただいて、ちょっとでもこう何か撮ってみたいなとか、まあ思い出の動画を残していきたいなって方、思ってくださった方もしかしたらいるかもしれないんですけど、そういった方はぜひ僕たちが運営しているデミクロファイルオンライン映像スクールに来てください。ここでは映像制作のコツであったりとか、上達の、まあ、方法であったりとか、うん、まあ
よあわよくばプロレベルのことまで学べる、まあ、そこまで本当に初心者の方からプロになれると言っても過言ではない。全然ここを目指している方もたくさんいます。でもみんながみんなそういうわけではなくて、初心者の方から映像を楽しみたいとか動画作りをこうやってみたい方にも、たくさんね、入っていただいていますので、本当にちょっとでも今回の動画で映像をやってみたいなとか興味が出た方は、ぜひ僕たちのオンラインスクールをちょっと覗いてもらえたらなと思っております。はい、でちなみに僕たちはこのね、そのまあオンラインスクールをしながら、まあ実際にその受講生の人たちと、コミュニケーションをまあ取って、で実は先日初めてその受講生の中からと、あとは、僕たちが募集した中からね、ちょっとね来ていただいたんですよね、うん、オフィスに。これがなかなか僕らもまあこれ初めて、12月にオープンして、まあ、僕とテサーが去年の5、6月ぐらいに会って、うん、でちょっとなんかしてみへんみたいな感じで声かけられて、うん、お何何って思ったら、まあそのオンラインスクールをこうやろうということで、そこから半年間準備バーってして12月にオープンして、で12月にオープンする前にもともとこういうプランが実はあったんですよね。でもあの彼はまだその時いてなくて結構後半でもないか、スクールが空いてちょっとしてくらいね来たんはですね。やんね。でその前からもあの実はそういう実際その生徒の中で、まあ、こう実力がある人とか、うん、ちょっとこう、まあ、成績がいいって言ったらちょっとこう学校みたいになっちゃうけど、うん、まあ、実際学校なんですけどあの成績がいい人とかすごいやる気のある人を、まあ、ぜひピックアップして、うん、もうオフィスに呼んで、うん、なんやったら僕たちと一緒に何かできるんじゃないか、何かを作ろうじゃないかっていうので集めた結果というか、まあ、募集してもちろん面接とかいろいろした結果、あのね、こういうどっかに出るのかな、それとも画面全に全部に出るのか分かんないんですけど来ました。でなんかすごい、僕としては感慨深い感じというか、ああ ここまで本当に来たんだなみたいな、自分たちが作り上げたものを僕たちを信じて乗ってきた人たちが、うん、今ここにいっぱい集結して、うん、でしかもね中にはね本当にこのスクールを受けてまだ始めた時は何もできなかったのに、この間その見してもらったんですよね、あの生徒さんの人にね映像ね、すごかったっすよね。マジかってね。いやすごい作ってて、すごい普通にね感動しました。でやっぱり僕たちはこういう、スクールを通してねコミュニティの拡大っていうのはどんどんしていきたいし、どんどんねそういう生徒さんとかそのコミュニティメンバーも絡めて面白い映像とかこれからどんどん作っていけたらなと思っています。まあなので結構ねスクールとしては本当に類を見ない、かなりこのシステムが変わっているというか、結構夢が詰まってると思うんですよね。だからもちろんただ楽しみたい、ただもう映像をちょっと学びたいだけでももちろんいいですし、あこういうことをしたい、クリエイティビティなことをしたいっていうのであれば、そういう人でも大歓迎です。はい、もう仕事にしたいって方でも全然問題ないんで、全然問題ないです。はい、本当に老若男女問わず、もう一回言ってください老若男女問わず誰でもお越しいただけるスクールです。はい、ぜひチェックしてみてください。概要欄にリンク貼っているので、どしどし、登録してくれると無料カリキュラムが見れます。見れます。はい、ぜひチェックしてください。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。未経験者から経験者まで楽しめるコンテンツを用意しています。デミクロファイルオンライン映像スクール、プレミアプロでの幅広い編集、アフターエフェクトを駆使した特殊効果やアニメーション、さらにはファイナルカットでのハイセンスな映像技術、カメラの使い方や YouTube に特化したクラスまで。デミクロファイルオンライン映像スクールでは皆様の入会をお待ちしております。